こうということで、まずはですね、はい、いつも次の人の電話してから書いてます。そうそうそう。じゃあ次回の、はいはいはい、9月27ですか、うん、はい、27の、次のお友達の紹介をしていただけると嬉しいと思います。まあ、僕その趣味が一応なんか旅とか言ってるんですけど、うん、旅っつってもあれですよ、本当になんか、うん、なんだろう、例えばチャリで、ママチャリで、うん、埼玉から箱根まで行ったりとか、あと大学2年の時はその東北に車で1週間ぐらいなんかブラブラしてたりとか、結構そういうこと好きなんですけど、まあその今日紹介するのが、まあその高校の時にデザイン科で知り合った、一応親友兼、今は一応デザイナーやってるんですけど、デザイナークリエイター仲間兼旅仲間みたいな人がいて、なるほどなるほど、まあ伊藤くんっていう、伊藤くん、はいはいはい、なるほどなるほど。あ、電話していいですか。あ、どうぞどうぞお願いします。あ、モニターで話してない。あ、はい、スピーカーだよ。スピーカーでした。伊藤くん、伊藤くん、ライン電話です。若者には犬ですね、多分飼い犬かな。かわいい、メガネかけてる。出ないですね。出ない。あ、出た。あ、出た。もしもし。もしもし。あ、出た。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。はい、ベティと言います。はじめまして。え、何さんですか。ベティと言います。ベッキーさん。ベッキーじゃないです。ベティです。不倫はしてないです。やばいやばいやばい。こんにちは。こんにちは。あ、こんばんは。今日はですね、細沼さんからの紹介で、はい。次回の9月27日に、はい、ユーストリームの番組でカオスの壺という番組やってるんですけども。おー、カオスの壺。そうなんですよ。実際の壺があるんですけどね。はい、はい、でですね、それに27日に出演していただくことはできるでしょうか。いいと思う。ありがとうございます。じゃあ8時半ぐらいにスタジオラルーシュで待ってます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。おい、じゃあね、はい、うん、じゃあね、またさらっとしてますけどさらっとしてますね。なんで一応同い年ですね。はい、24歳。じゃあ社会人2年目ということですね。あ、彼は1年目です。あ、1年目なんだ。まあ、その話も多分来週、再来週かあると思います。していたいと思います。じゃあですね、本当にですね、細沼さんのマイカオスを書いていただいてですね、見えないように書いてもらって、はい、くるくるって丸めてもらって、シールで留めてもらって、あ、名前も書いておいてください。あ、はい、そうですね、でこの壺に入れてもらいたいんですよね。カオスって、あとマジック、マジックの中で、いやー、すげえなー、怪獣。怪獣のやっぱり2通りあって、一番最初から怪獣が出てくるパーティーンと、うん、結構最後まで怪獣が出てこなくて、何が出るんだろうってやっぱり気持ち悪さっていう。そうですね、まあ、怪獣映画でカテゴリーするとなかなか難しいですよね。ウルトラマンでも怪獣じゃないじゃない。やっぱり特撮になる。丸める。さあ、はい、ます。あ、すごい。でもゲストの方が作って、そうです。で、こんな感じで聞いてた。ありがとうございます。どうもです。最後にツボにサインをしていただいて、好きなところにどうぞ。重い、怖い怖い怖い。バリーン。どうしようかな。あ、そっか。お、最近フチがね。フチコさん。フチコさん。フチコさんくっつけとこうかな。本当だ、魔法の手だ。いいな、憧れる左利き。A 型？いや、A 型ですね。うん。うん。
ですけど、左利きだとあの、ありがとうございます。習字がね。そうですね。おお、すごいとこに書いてあるんだけど、超写しづらいかも。めっちゃ奥に。ここ器用だね、この中まで。この中まで書いていただきました。ありがとうございます。すごい、いやいやいや。よかった、やることちゃんとやってね。すごい。そっか、すげえなー。今はもう結構充実してるんだね。お仕事の。そうですね。本当に恵まれてますね。企業案内に怪獣とか出していいとかって言ってもらえたらすごい、ね。あ、でもなんか今後あるかもしれないですよね。なんかそれこそ。予算次第。ね。そうだ、作んなきゃいけないから。着ぐるみも。そうそう、楽しそうだよね。怪獣のデザインとかって難しそうだね。なんか全然。思いつかないもんね、うん、なんかこうストックにないっていうかさ、あ、引き出しにないっていうか、あ、そうそうそう、ヌバギラスの声ってどうやって作ったの、はいはいはい、あ、それがまたあの同期で今そのフリーのなんだ作曲活動してる、うん、なんだっけ、オーバーフォートっていうなんかまあその、うん、なんだネットで活動してるバンドをやってる友人がいるんですけど、その人がなんかその怪獣好きで、うん、なんかぜひ声作るって言ってくれて、うん、あれはなんだっけな、こうワイヤーみたいなやつをこう、まあ、要はなんか木にこう木の板につけて、なんか要は弦みたいなの作って、それをなんか思いっきり弾いた音を 何重にも重ねたりとかして、なんでガオーってなった後のなんかその後のゴゴ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 みたいなのがその効果でできてたりするんですけど、すげーねー、すごい。ゴジラはあれだっていうね、あのコントラバスターの鹿側の手で手袋でグワーってやってブーンっていう音を出した。ドキドキするもんね、なんかね、すごい嫌だ、怖い。でもやっぱ弦楽器って怖いよ ね、 そうだね、音がね。ヒッチコックの映画も最初そのバイオリンでなんかその音を出して、あのバイオリンがやっぱこう怖いさをかきたてるっていうね、うん、感じがあるもんね。なんか でもさっき聞いてて、お、声がリアル、そうそう、すごかったね。喜びますね、友達が。ああ、すごい声がよかった。あの造形に合ってるよね。そうすごくね。すげえな。そうか、そういうのとかもさ、結構他の映画であんま考えないようなとこまで考えなきゃいけないよね。うん、そうですよ、本当に。意外とね。楽しいですね、だから、うん。なんか意外と人の演技とかじゃないもんね。うん、でもこれその深層心理にさ、こう怖がらすような何かとかさ、うんうん、あのほら、あの風立ちぬのさ、うん、映画のさ、うん、あのエンジン音とか、うん、ね、人の声でやってる、そうそう、あとあの地震の音、あれもすごい怖かったですね、うん、音ってやっぱりすごい重要ですね、うん、確かにそう考えるとそれを効果的に使えるっていうのはなんか怪獣映画なんか結構そういう面で面白いのかもしれないね。聞いた話本当かどうか知らないんですけど、うんうん、そのゴジラのあのみんなが知ってる曲とか作ったり声とか作ってる、うんうん、福部明さんっていう、まあ、もう亡くなりになった作曲家がいたんですけど、うんうん、なんかあの携帯とかあの災害時になるあの音ってその方が作った、うん、だから怖いんだ、ゴジラから撮った音らしいです。なんかめっちゃ怖いよね。怖いよね。めっちゃ怖い。ビクってするもん。なるほどね、なんかそういうのが分かる人がいるんだね。それはなんかロジック化みたいなのされてるのかね。この音を使えば怖いとか。なんか人間がこう嫌な音が。猫がほら砂場にあの近寄らないみたいなやつ。そう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 。ゴキブリ寄せないでモスキートみたいな。あんのかな。光の目覚ましのとか引っ張ったことあるけど、あれ火災報知機能ってないよね。どんな音出したの。またまた引っ張ったから起きないんです。起きないの。6回やるのね。すごいね。もう毎日10回ぐらいかけても起きないんです。マジでゴジラの声入れといたな。そう、顔のやつやったらあの電気ビリビリの腕時計買おうかなと思ってます。うん、そういうことじゃないな。おお、なんかあれだよね、私ゴジラは台風の時に見たくなるんだよね。ああ確かに、ありかかりますね。うん、なんかこう雨戸閉めて真っ暗にして、はいはいはい、小さい時にね、私は結構ゴジラの多分見てたんだけど、
そう、台風が来る前っていうか雷が鳴り始めた時見てたの、はいはいはい、それで超ワクワクすると思って見てたら本気で家の前の電信柱に雷がこうやって超光栄と思ってフトーンって言ったからそのまま、まあ、ビデオもバーンって消えちゃったんだけど、そう、そういう体験があったから結構ゴジラはね好きなんだよインパクト防衛軍のテーマはあれすごい元気になる、あ、なりますね、そうね、そうね、パッパッパッパン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 、わかる、だからフリゲートマッチだっけ、そうですね、わかるわかる、あれは仲間に右翼かけてるよな、ね、やめてもらえない違う、そうね、そういう意味で面白いな、え、さっきなんかちょっとプライベートで旅をしているっていう、そこちょっともうちょっと聞きたかったんだけど、まあ、まだここまで行ける、だってあれだよ、箱根までママチャリで行くんだよ、それこそ俺も伊藤君と一緒に行ったんですけど、本当にでもなんか突拍子で、なんか今日の夜暇だから行かないって感じで、本当無計画で行くんですよ、なのでその箱根行った時は本当に十何時間ぶっ通しシャリこぎ続けて、すごっ、しかもママチャリなんで、もうケツは痛いわ、足は痛いわ、そうだよね、ただやっぱ着いた時の達成感とかっていうのはもう半端ないですよね、なんかそれが癖になっちゃって、ね、それでとたびたびやってるの、あ、はい、ちょいちょいやってる、あ、でもなんかやっぱさすがに最近はもうゲンチャリとかに変えたりとかそれでもバイク持ってないゲンチャリなんですけど、ほんとつい2週3週間前はその2人で福島の方とかに行ってきたんですけど、まあ、なんかゲンチャピで、え、いや、それは車で行きました、さすがに遠かったです、うん、この年代はチャリンコで遠く行きたがるのかな、僕は全然行きたくなかった箱根って結構大変だよね、そうですね、いや、それよりも一回行ってみてもうやらないじゃなくて、たちょいちょいやってる、たびたびやってます、それがすごいいや、一回やってみたら分かりますよ、きっと癖になります、なんかちょっと煮詰まプライベートとか煮詰まった時に、なんか今それやったら何回からこう解放されるとか、ワンランク上に行ける気がするんです、やりきったらなんか、っていうのでやったりするんですけど、俺この爪で持ってきたからできるみたいな僕なんなかったなるほどな、あとやっぱ単純にリフレッシュになりますよね、なんか、と知らない土地とか見たりとか、景色見ると、日帰り、いや、もう結構何日間かとか、チャリで日帰り無理だよ、時間決めたくないよね、そうなんですよね、でも帰りも大変、そうなんですよ、だからもうそれ本当にその伊藤君とチャリで箱根行った時は帰り道はもう友情に亀裂が走りかけましたなんか途中から本当無言になっちゃって、でかつなんかどっちか忘れただけ、どっちかがなんか道間違えちゃって、それで30分ぐらいのロスとかがあって、いや、なんかもうでも怒りもせずにもう無言でじゃあ帰る戻るかみたいな感じででもやっぱまあ地元に帰ってきて、まあ深夜の2時とか1時だったかな、でなんかまあ飯食ってなかったんで、その夜食で松屋に入って、松屋で握手して、その旅は終わりましたよかったーって受けるな、いい旅だ、そうだね、やっぱ1人だと辛いかもしれないけど、ね、2人だと楽しそうだよ ね、今までで一番どこが楽しかったですか、あ、でも本当個人的には、日本でこんな景色見れるんだってところが、あの伊豆大島に砂漠があるんですよね、あの鳥取にもあるじゃないですか、ただあれは砂丘で、砂漠って地名がつくので、日本でその伊豆大島の浦沢湖っていうところだけなんです、唯一そこなんですけど、そこの景色が本当になんか日本じゃないんじゃないかぐらいの広大で、あ、じゃ結構広いの、広いですね、広いし、あの結構山の上の方なんで天気によって景色が全然変わって、ちょっとでもその雲の中に入っちゃうと本当にもう視界の5メートル手前が真っ白で何も見えないとか、そのと道しるべがないと帰ってこれないぐらいのところで、彼だと本当になんかもうすごい砂漠なんですけど、いや、ぜひ行ってみたい、あの全然ここからあの船で片道4000円とか、あの調布の飛行場から飛行機で片道1万ぐらいで行けるんで、なんかそっちの方はね、みんな外人がすごい勧めてくるんだけど、 あなたは日本人なのに行ったことがないのかみたいなものすごいみんな結構ね言うよね、外国の子はねやっぱ行ってるみたいで、面白そうだね、面白いです、行ってみようかな、5年後に死ぬ前に、死ぬ前に行きたいところを リストアップしておく、あ、終わっちゃった、え、それはチャリンコで行ったの？いや、それは違う。それはもう海越えなくちゃいけないですよ。チャリからフェリーに釣って。あ、でもそれあの、それこそ一等は僕は行けなかったんですけど、その
学生最後の年に2週間ぐらいその九州の方まで現地で行ってたって言ってましたね。なんか日本半周はしたって言ってました。すげえな。負けた。